ということでね、オフにやってきたんですけど、今日午後から雷雨になるので、ちょっとね、まあ午前中にはゴールしたいかなと思います。うわね、鳥が鳴き止まないね。どうですか、映ってるかも分かりません、この景色。これが大勢国立公園ですね。ちょっとごめんなさいね、本当にちょっとね、最高すぎてもう言葉にできないのよ。水がね、尾瀬は綺麗なんですよ。すごい綺麗、尾瀬。まあ、いいな。あ、本当に気持ちいい。じゃ、本当に気持ちいいの。わかる、わかるよな。すげえ気持ちいいんだよ。いやー、ちょっと。意外と青空じゃないね。びっくりします。じゃあさ、カメラに蜂が止まった。雨が降ったってことは何を意味するかっていうと、山海楼が綺麗に映るんですよ。で、宿の人に聞いたら山海楼がもうすぐそこにあるってらしいので、もうちょい雨が降って時間経ったら行ってみたいと思います。いやー、青空が出てきましたね。めちゃくちゃ天気いいじゃん。咲いてる。Thank you.
尾瀬やっぱ来て分かったことが、すごい鳥の声が鳴き止まないですよね。もうずっとコッコトットみたいなのずっと鳴ってる、オーラ鳴ってるんですよ。水場所の香りもすごいしますし、いいですね。えぐすぎる、大自然やなこれは。やばいやばい、階段がめちゃくちゃ怖い。ちょ待って待って待って、階段が一番怖いよ今までで。やばいね景色、やばい。最悪や最悪や。これ忘れてるんよ誰か。はい、ということでちょっと雨もね止んで、ちょっとまあ山の方はまだガスってるんですけど、ちょっとね人の波も抜けて雨も止んで、ちょっと穏やかに残り何キロ、1キロもないぐらいですかね、鳩町峠の方に向かっております。いや気温が涼しいんでね、レインコート着てもそこまで汗かかなくてちょうどいい時期ですね。残り頑張っていきたいと思います。木道が滑りますやっぱり、なんかね地元のねおじさんにね親切に温泉の場所を教えてくれたんで、ちょっと温泉入ってから入りたいと思います。サンキュー。はい、ということで無事温泉も入れてね、もうあとはあと10分後ぐらいかな、3時半発のバスに乗って新宿に入りたいと思います。いや本当にねちょっとあいにくの天気だったんですけどね、それでも綺麗ってことはこれ虹かかったり、ほんと青空の時とか相当すごいんで、皆さんもねちょっとまあ雨だとちょっと大変っていうのもありますけど、ぜひ皆さん来てみてください。お願いします。